はい、こんにちは、ショトです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。で、ちょっとね、前期ね、まあ、純正受けループを使って命を落としてしまったんですけど、まあ、僕は結局受けが好きなので、まあ、受けを今期も組んできました。まあ、雰囲気、かなり雰囲気なんだけど、ちょっとま、使っていこうかなと。一応こっちサブロムなんで、スーパーボール級から始まってます。で、マスモ級まで上げとけって話なんだけど、気づいたらね、あれだね、今日の動画間に合わない時間になってたね。構築とか考えたりしてたら。で、これ選出が、どうしようかな。ドヒドは割と持ってきた。バンギも結構欲しい。ドヒドバンギ、あと1かな。まあ、クレセもバンギで見れてるから。で、めんどくさいのがラグラージと、メタグロスなんだけど、ドヒドバンギムド、で投げるとラグラージがまあめんどくさくなるか。ステロでグダグダやられる上にだいぶしんどいな。かといってブルルを持ってく、あーって感じだな。まあいいや、ブルルドヒドバンギでいくか。でグロスがだいぶこれできついから、まあ、ちょっと気合だね、そこだけ。まあ、ブルルで、交代際にヤドリギ刺したり、ドヒドでネットで焼いたりみたいな感じで、なんとかしたいかな。まあ、本当は無道持ってきたかったんだけど、そうするとラグがちょっと重すぎて、まあ、ラグの方が出てくるかなと思ったんだけど、初手ラグラジじゃない？あ、ファイヤーなんだ。なんだかんだ初手ラグかと思ってたけど。まあ、これはバンギ引きかな、すぐ。たくんでくると思うけど、ワンギ引き以外別にやることないしな。あとグラスフィールドが結構、ワンギに優しいね。ね、そう、眠るを切ってね、なんかバカ力を入れてる純正受けループの構築記事を結構見かけてて、まあ、ポリゴン2とかのね、打点にもなるし、交代際に、冷凍ビーム、あ、その大ナックルをしていけば、ポリゴン2に TOD で負けないっていう、逆に倒せるっていう、あれがあるんだけど、あ、暴風から来た。それはいいかな。ダメージ量としては大したことないし。で、相手裏にランドロスいたりすると、ここね、霊媒を入れて霊媒を押したり、あとまあその、剣舞交代面でしてくるランドロスに、ダイアイスで分からせるみたいなね、パターンがあってめっちゃ、おーと思って感心しちゃったんだけど、バンギ生意気になんなかったね。ミントなくて。BP あるから、変えてもいいかなって思ったんだけど、まあ、無動引き、で、いいからな、みたいな。いろいろ悩んで。まあ、未だにこの構成で僕はまだ使ってます。で、ここ、何引くかな。まあ、クレッセ引き。グロスがいない限りはでも基本的に6ブラが。自信押すか、一回。グラスフィールドあるからあんま入んないけど、グロスいるんだったら、いじめときたい。バシャー、6ブラでよかったかな。これグラスフィールドとさ、バンギの自信のアンチシナジーになっちゃってるけど。カプブルルもしかして足引っ張ってる？バンギラスの。そんなことはない？だからまあ交代屋に一発入って、で、しかもそう、砂でダメージ与えてるって言おうとしたけどさ、カプブル、グラスフィールドマジ、相手に飲んだよな。僕だけでいいじゃん。僕のためだけにグラスフィールド負けよ、マジで。何をしてくる？ダイマー。ナックルサンダーとかまあだるいけど。だから相手ダイマー切ってくんだったら小ダイマーからして。まあメタグロスを残り3体で頑張るみたいな感じでもいいかな。たら、いやでもバンギに投げてない時点でグロスいないと思うんだよね。ナックルから来る、はい。で、これダイサンダーあるやつでしょ？おそらく。だまあ、ウォール絡めてダイマからした方がいいよね。弾。まあ、でかくなってっていいか。で、ウォールから入っとけば、まあ、だいぶ安定感あるかな。そう、バシャーモもね、実はもっと、なんか過小評価されてる気がしてて、もうちょい、なんか、
評価されてもいいポケモンだと思ってるんだけどね。まあいかんせん、ダイマないから、あ、ダイマじゃ目がないから、スノー S が低いのと、だからまあバトンとか絡めれるし、結構強いと思うんだけどな。まあランド馬車かぐやとかってやると、その初手のランドで大爆発切る展開が、まあ、TOD やられると結構めんどくさくなるけど、でっかぐやがね、TOD になっちゃいがちなポケモンだから、その作戦は割ときついかなとは思うんだけど。え、ここ第3、次で打ってくんのかな？第3打一発食らってストリームぶち込んで、で、ダイマしてるから次の、感知とか大丈夫じゃないかな？ここ、ダイナックルだったら次の感知は、普通に余裕だし、ここストリームでよくって、サンダー来たね。半分以上持ってかれるよね、ダイマ状態でも。強えな。強えな、こいつ。で、多分、今のとほぼ変わんないレベルの、電気技、ブルル一回経由したいな。死なないよね。そうだよね。ギリギリ耐えてくるから。いやーでもここまで的にね、割とブルル死んでも大丈夫じゃないかな。ラグいないと思っていいと思うんだけど。で、メタグロスもいないから、ラスト誰なんだろう。ファイヤー、バシャーモでしょ？アット1。まあ割とカイリュウとかタラプだったりしたらめんどくさい感じある気するから、サンダーとかなんかな。まあ出しときゃ強いみたいなとこあるしな。ね、耐えるこれ。140ダメ系するか。玉馬車。いや、ちょっと時間ねえわ。まあブルル一回経由してドヒド投げ直しでいいと思うけどな。相手も引いてるね。何引いてきた？ファイヤー。だからそのヒットポイントの馬車残されても別にこっちからした。何にも困んないけどな。試合時間がね、なんかその動画の録画時間みたいのがさ、出るんだけどさ、今、7分半ぐらい経って、多分実際に動画を見てる人も今7分半ぐらい見始めてから経ってると思うんだけど、なんか、あれだよね、あの、うつろ、カバウツロ納豆サンダーみたいなさ、昨日まで使った時ってこの辺まで立つと、まあ、そろそろ爪筋が見えてくる感じだったけどね、やっぱ、受けは試合時間伸びるね。でも、言っても上限20分だから別にさ、なんか、長いもクソもない気するけどな。砂でファイヤーはちょびちょび削れて、まあ、6ブラでいいかな。で、馬車ももうこっから出せないから、まあ、ラス、とがどうかって話だね。無理やりたくんでくる。まあまあでもこれはお互いダイマないなら負けない感じだから、できればこう倒しきってほしいんだけどな。あ、いいね、めっちゃ当てた。逆上ねえ、外しとかもバカらし。あー、待って、これ、砂でいけるか。眠るあるかな、まあ、バンギこっから、別にファイヤーの技一発食らうぐらいだったら困んないから。あー、まあ、それはいいや。どうせ半減だし、そんなもんだよね。オッケーオッケー。いやー、砂と、あれ違う、砂じゃない、残飯とさ、フィールドで回復量えぐいな、バンギ。途中で、ちょ、ガプブルルが邪魔してる場面もあったけど、バンギを助けてくれる場面もあるな。あと相性の保管はいいよね。なんかバンギ水タイプとか結構苦しいから、地面とかそこに一応投げれるっていうのが。やっぱラストサンダーか。まあこれなら TOD なら勝ちだし、まあ、殴り合うタイプでも負けないかな。10万マヒ狙いだね。ダメージ量がめちゃくちゃ余裕だから。耐久ブリーナータイプじゃなさそう。弱歩？はいはいはい。
3、もう一回やってもいいよ。オッケー。勝ったね。まあ、ランドロスに対してヤームがどれだけ引きが安定するかっていうところだけど、まあ、ダメ系した感じ結構安定しないんだよね。だからそこだけ、だそれを番組にね、レイビー入れるとそこを解消できてるのがめちゃくちゃすげえなーって思ってたんだけど、まあ、ありだね。まあ、今回は相手、ランドロスいないからね。ただ、自信切ってレイビー入れると、アーゴヨンにもそのまま打点になったりして、結構悪くなかったりはするんだよね。まあ、ここ自信で、もう終わりでいいね。じゃあもう一戦いきます。やっぱ受ける V は好きだね。はい、じゃあそのまま続けてやっていきます。なんかすごい TN 引いたけど何なんかいいね、いいね。こういう中華ロムのさ、なんかセンスあるさ、こういう TN 作る人ガチ好きなんだけど、これドヒドバンギムドウじゃないと勝ち目ないよね。ドヒドバンギムドウ以外投げれないけどな。誰から入るかが肝要で、ランドに無道合わせるのがいいかな。で、S バト対面しちゃった時に、引き際に思念とか大サイコから土俵に入られたら、土下出します。ちょ、初手さ、ランドから来てほしいな、なるべく。そうすると、ステロが負けるから、悪くないんだけど。で、裏のサンダーとかに負荷かけたい。どっちこれランドロスだろ？やっぱりな。で、ね、待ってくるかどうか。ただ、待ってくるのに対しては、意地、玉とかじゃない限りはちょっと余裕あるから、ステロから入りたいかな。トンボから来たスカーフっぽいな。初手でトンボをしてくるランドロス。スカーフならめっちゃ余裕あるけどな。スカーフなら土着そ余裕なんだよな。ただドヒドであれだな。トーチか押せないな。デッカグーン。待て、これデッカグーンはまずくなかった。デッカグーンいたっけ？ちょ、デッカグーンおったか？ちょ、まずいことに気づいたな。技構成次第だ。でも、バンギでこいつ殺せるな。まあ、一旦ドヒドイデに引いて、ここ放射で無動即死がゲロだから、一回はドヒド引いて、ヤドリギとかならそれはそれでいいから、ヤドリギ、ね、身代わりがあるんだったらヘビーボンバーを多分切ってよくて、身代わりがないんだったら、まあ、ドヒドバンギとかで、なんとかなんないかな。ちょ、まあまあ、ネットでまず焼くところからだな。身代わりあるなら、こう絶対身代わり押してくれ。で、ここまでで、特集系いないからね、こっち。まだ見せてないから。放射。これはヘビボンが多分あるやつで、オッケー、開ける。残飯。これ、7世代の時のやつだな。受けとしては非常によくできた鉄火ガヤだよね。ただ、こいつでね、ウツロイドとかまで見れたりすると、世界最高のゲームあったんだけど、残念ながらウツロイド見れないんだよな。で、焼いてるから、バンギ引きでいいかな。で、まあ、ランド引きが世界一めんどくさいけど、ランドステロで削っていけるから、相手も引いてきた。ランドロスかな？はいはいはい。まあ、ランドロス出てくる回数増えるのは、ステロで削れる量が稼げるから悪くないでしょ？いや、このトンボガイアルランドロスの時のさ、エアームドの持ち物の変えたさ半端ない。ゴツ目に変えたすぎる、マジで試合中に。ねえ、多分、レイビーケアすると、ここ、トンボだよね。まあ、スカフだと思ってるんだけど、ステロ巻いてくるなら、ステロ巻いてくるで、無道が一回羽押せるから、下から羽押せるから、で、でっかがにドヒド投げて TOD とかでいいかな。
ランドの削れ分2個分で、でっかうやこでまた投げてくる。まあまあ、ランドに余分に、まあ、大アイスケアでしょ、これ。これ絶対中身多分ね、まあまあ強い人なんだよな。そんで万技の霊美知ってて、多分こんな立ち回りしてんだよね、おそらく。放射にしても宿り木にし、まあ一回ドヒド経由していいか。ドヒドで宿り木もらいながら万技を気に入ってみたいな感じでいいかな。でもうこのテッカグヤが万技に打点持てないから、ヘビボン放射守る宿り木でしょ、おそらく。だらじっくり行けばいいんだよな。うん、宿り木。やけど一発目入ったのがガチ嬉しいな。回復する。残飯をやけどで、そう、消してるからね。それだけでどんなに戦いやすいことか。ねえ、まあだるいのがここ宿り木連打なんだけど、まあでも番切りいいね。ランドロス引きならランドロス引きでランドロス削れるから、それはそれで悪くない感じになるでしょ。また釣ってるけど、それランドロス削れるだけだよな。で、ね、いやただこれに剣舞がある分には無道に打点ないから困んないかな、別に。で、変なのもらいたくないから、まあ、釣ってくるの守るで見るか。何をしてる？地震かな？ボガエリー。技変えてくんのかな？トンボガエリー、そんな、はい。引き先に6ブラぶち込むか。多分これスカーフでしょ？ちょ、ダイアンスやめて。ダイアンスやめて。オッケー。あ、待って、そんな入るんだ。思いのほか入ったな、ダメージ。まあまあまあ、いいんだけど。鉄火軍。まあ、ここ6ブラで頑張って削っていく感じだけどさ、ステロも入るから、勝てえな、こいつ。4発。5発、はいはいはい。めっちゃ偉いね。ねえ、ここ守って万技の残飯稼いでいいかな。いや、でっかくやこれいける気するけどな。守って、じゃあ世界一。もう、でっかくややっぱきついから、ケアできる駒持ってもらうけどなったね。ヤドリギ、はい。まあ、相手でっかくやの HP 死に物狂いで確保したいだろうから。ここで再起不能にさしとくか、でっかくや。爆裂大ロックいくぞ。ナックルじゃ多分殺せない上に、次ランド引かれて相手いいことになっちゃうから。ね、これでここ削っとけば、多分引けなくなるとか、次のステロで死ぬぐらいにはなるから、これで壊しに行くか。まあ、ポリツとかがあって困ることになるけど、まあまあ、守るあるから多少マシかな。あ、ここ守ってくんのは厄介だけど、でもさ、これここ、これでこっちダイマックスしてるよ。ここランドロス引きたくなくね。ダイアイスとかもらうと世界一だるいぞ、相手からすると。変な、いや今だったら、いやまあまあ、でもまだミス、技ほとんど守ると6ブラ以外ミスてないから、ダイアイスまだ怖いと思うんだよな。で、多分あのランドロス耐久振ってないから6ブラで、じゃあ第6で
がっつりいけんだよね。ランドロスが剣舞台楽な方だって分かるとダイマックス別のところで使ってもよくなるしさなんかめちゃくちゃ楽になるな。相手ここまあ引き下げ、ランドロスに引くかどうかってとこだよね。引かない、オッケー。アイス持ってないんだこっちはオッケー、一番やばいの処理できたな。でこっからまあエスバに対して気合い見せれれば勝ちかな。ただランドロスの前で無能が鉄壁を押せてもそれはそれでいいか。なんかの拍子に、まあ、ダイマ切らせた後だったらそれでも悪くなくてって感じだね。ランドロス、どうしよっかな。剣舞多分ないから、あってもトンボ返りの技スペ考えると雑魚だから、ウォールでまあ見ていいか。ダイマ切ってくるなら切ってくるで構わないし、ダイマ切ってるね。あのダイマックスから入ってくるんだったら、あー、まあ、ナックルある、ナックルあるかな。あると結構めんどくさいけど、まあドヒドどっかで経由させなきゃ、いやでもそうするとエスマンで死んじゃうな。そんな危ない橋は渡るわけにはいかないでしょ。アース、あーまあでもこれで地震トンボ返り、まあでも積んでこないならまあ大丈夫か。で万技残しとかないとポリツーで終わっちゃうから、さすがに無動引きだね。アース考えるとドヒドも置けないしな。で殴る技を何を持ってるかなんだけど、あー、オッケーオッケー。スカスタンはでかい。これなら、鉄壁からでいいね。で、ダイマックスもうないから、あんまりビビるものもないんだけど。ロックはある、はい。バゴーン。勝てえな、エハムド。で、ランドロス処理できるならそれはそれでいいし、まあプレスでいいかな。サンダーが裏にいるんだ。まあでもそれでもランドロス削れて時間の問題か。あんま困んないね、プレスで。レイビー持ってるバンギが紹介されまくったおかげでなんかそれみんな警戒してくれんな、助かったわ。ちょっとそれぐらい強さあるなあれ。はい、やまたじゃあ受けループをね、今後も使っていきます。じゃあ、GG。